はい、ニーヤリンカーネーションやっていきますということで、まあ、これさ、もしかしたら知らない人もいるかもしれないんですが、自分昨日ね、放送を見て、まあ、明言はしていなかったんですが、ちょっとニーヤリンカーネーションの開発者の松田さんでしたっけ、あの人がちょっと気になる発言をしていたので、うん、自分は一応ね、リリース開始前からずっとツイッターのコメント欄とかでも話していたんですが、もう今時リリースされて、ガチャに天井ないとユーザー離れる要因になっちゃうから、この今のご時世、ガチャに天井ないゲームは、本当にユーザーが離れるだけなので、絶対にやめた方がいいですよと。うん、天井は絶対につけた方がいいですよって、リリース開始される前からね、ずっとコメント欄に書いていたんですが、リリースされてみたらね、やっぱり案の定天井なくて、リリースされてからもね、しつこく言ってきたんですが、まあ、一応昨日の放送で、開発者の松田さんがね、今天井システムをなんか作ってるみたいな発言をしていたんで、近々、天井システム、もしくはなんかコインで交換とか、何かしらのね、天井的なものがね、来るそうなので、まあ、普通に天井でいいよね。うん、多分近々天井来ると思うんで、うん。でね、あんまり机にだから、圧力かけなきゃいけないから、うん。なるべく早くね、実装してもらえるように、で昨日も、ね、開発者さんが天井的なものを作ってる、考えてますよって言ってたんで、ユーザーみんなで圧力かければ、より早くね、天井を実装されると思うんで、自分もね、引き続き、天井つけろってしつこく言い続けるんで、いろんな人が言えば、その分、天井の実装は早くなるんで、みんなでね、行っていきましょう。そんな感じで。どうもありがとうございました。